食べます。はい。ここちょっとむずいな、ガッチャ。ガチャビレ解除。天気は見たことない。え、それで冬行ってんの山、まあ、いやいや、誰か見てるやん。ああ、まあね。いや、味噌がさ、信州の味噌甘いからさ、なんかまた食うに、こんなね、もう食われへんわって言われたら、つれなと思ってさ。絶対言うわ、俺甘い味噌あんま好きちゃうもん。なんでそれ、発掘先はね。でもええやん、やっぱり、その土地のものを食わんと。まあね。全然文句言いながら食うから。何やねん、この味噌。いや、でもさ、せっかくこっち来たからさ、源次郎行ってもいいかなと思ったけど、日数が一日足りねえってよ。俺は休みやから行けんで。あ、そっか。いやいや、源次郎は5月に取っとこい。そうだね。絶対行こうかじゃん、5月。俺はもう開けてあるから、そのつもりで。カズッチもめっちゃ行きたがってんねんけど。ああ、いいね。で、上でそばも食えるし。あそこのそばまずい。ほんとそばうるさいよ、ね。いやいや、もうそばはもう、そらもう関西人はそらだしですよ。あんなもう、あんなそばちゃうで、ほんまに。あれ好きだね。いつもそれ食ってない。そう、朝、俺朝はいつもこれやね。ね。お、あの食欲なくても食えるからさ。あ、そうなの。お、へえ。一月ぐらい。いや、十二月な、例年だったら十月終わりとか半ばじゃない。まあ地域によるけど。外出控えるようにとか言ってるやん。うん。熊本で。いやでもやっぱ住民やられてるからね。いや、コロナやったらわかるけどさ、うん、起きなきゃ。一睡もせんと登るってもういつもやもんな、うん、初日だね。かっちゃんでもちょっと寝てんやろ。あ、5時間ぐらい寝た。5時間も寝たん。5時間半から6時間ね。めっちゃ寝てるやん。立山でファイト一発。ちょっともう恥ずかしいわなんてね。恥ずかしいって。おっしゃ、入った入った。ああ、おにぎりが今のでもうぺちゃんこになってる。確実におにぎりがもうぺちゃんこになったんが、もういや、この時期もおにぎりポケット入れとかねえと。いや大丈夫で、まだいけるって。ああ、重たいわ、こんなんで歩く。あ、ま、歩けへんもんな。ライチョウ沢までか。そう、1時間か。1時間もあった。あ、1時間もかからんか。40分ぐらいか。室堂到着。今からパッキングだっつい。パッキングします。これシェルいらんで。ハードシェルいらんやろこれ。え？なんか違うぞ。T シャツで歩こうかな俺。いや、さっきの T シャツ。声かけてくれました。ちょっと待ってください。あ、GoPro。GoPro 持ってるじゃないですか。
YouTuber。 いやまだまだこれから、これからやりたいなと思って、なかなかあの藤本さんみたいなトーク力が全然ないから。どこですか今日は。今日あの竜王だけ。僕らも竜王ですよ。どっから行くんです。竜王をどっから行こうかなみたいな。東の、そう、どっから、だからわざわざロープ使って。そう、それはついていけよ。いやだから僕らも初めてやから、もう普通に歩きで行けるとこじゃないですか。あれ竜王岳行ってませんでした。行ってないです、行ってないです。だから普通に歩きで行けるけど、それをなんか適当なとこを登ろうかなみたいな。この男が言い出したから。じゃあ遠目にあの滑落するとこ撮ってく、はい、そう、滑落するのを GoPro で撮ってくださいね。多分どっかで落ちるんで。いや、はい、いや頼ますよ、期待してますから、はい、気付けて、はい、はい、ちゃんと撮ってくれた、撮ったと思うよ。本当かな、大丈夫です。すいません。いえいえ、気付けて。ありがとうございます。いやいや、なんだか今日すごいな。かっちゃん、アイゼンって右と左あるよな。いや、それあるだろう。っていうか藤本ちゃん、初心者か。1年ぶりやからさ。1年ぶりやからね。右2つ絶対こんな装備いらんわ。藤本さんに。あ、そうです。あの最近ちょっと動画見始めた。あ、ほんまですか。あ、ありがとうございます。いきなりお会いできて。あ、いい。ほんとここ最近やったんで。撮っても大丈夫。あ、全然、はい、声かけてくれました。はい、本当にお会いできて光栄です。ありがとうございます。あ、いいっすか。はい、ありがとうございます。いいなぁ、いいなぁ、マッチしてもらいてぇな。はい、全然、はい、僕カッサンなんで、よろしく。あ、よろしくお願いします。はい、また、動画見てください。彼もよく出てます。あ、そうなんですか。はい、ちょっと最近に始めてます。あの、アイゼン入って閉め、あの、確認するときに、こう押すときに、あの、靴と一体化してないと外れですよ。で、ここ新しいと直せるちょっと伸びるんで。あ、時間が。そう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 。10時35分出発。コンディション最高やな、これ。最高。テンション上がるね。テンション上がる。もうでもかっちゃん、もう開始11分で足痛いねんけど。マジか。うん、アイゼンが。アイゼンが。なるべく、あの、かかとから。あ、かかとからやな。かかとから。俺、素人なんかな、やっぱり。アイゼン右左あるのも知らんから。ソロ。あ、さっきの。あ、はいはい。やだ、大好き、超嬉しい。撮って大丈夫。こんなところで会えるなんて。みんなに言われるでしょ。大好き。撮ってるんで、撮ってるんで。本当ですか。隠してるから大丈夫でしょ、顔。え、大丈夫。やだ、今日は2人で来たんですか。そうです。あ、本当。いろいろあって。あ、そうかそうか。今日はあの女の子。ああ、そうね、女の子ちょっとね、いろいろあって足折って、うん、あ、そうなんだ。そう、そっか。そう、あそこ、あ、ちょ、道開けるか。道開けるか。ね、あ、そっか。いや、ライチョウ様にあ、泊まりテント泊で。あ、そうですか。うん、いいですね、楽しいですけど。はい。東アジアドレスがついてんだ。うん、あ、ただ、もうでも昨日だから帰ると思います。あ、うん、え、今日は今日はね、もう帰りました。上登って帰りました。あ、はいはい。風強かったから。あ、今朝ね、ちょっとやめようと思って。ロープ出しました。うんとね、一応ね、難しいところ登ったので、うん、ちょっとやっぱロープ出してました。あ、はい、うん、俺もそっちやな。そう、そう、楽しかったですよ、うん、すごいよかった。やっぱ3級じゃロープいらなくなっちゃうもんね。まあね、そう、そうなんですよ。でもせっかくだからね、いいところ登りたいですよ。確かに。よかったね。いや、何も調べずに来たから。あ、うん、でもいいと思います、その方が。そう、そう。まあいや、だからいろんなもん持ってた。そう、すごい。わけわかんないから全部持ってかええやっつって。うん、そうそうそう、うん、一応安心ですよね。そうそうそう、やっぱね、うん、あんまり視点もなかったし。ああ、やっぱ。そうそう、うん、楽しんできてください。はい、ありがとうございます。そしたら仕留めちゃって。超嬉しい。そして僕もあの動画今頑張ってるんで。あ、本当ですか。ガッサンでよかったらいつかね会えるかなと思ったけど。チャンネル登録してください。よろしくお願いします。はい、てかもう教えますよ。はい、あ、マジですか。登録してると。あ、あずあす。あずあす。楽しいね。はい。お気をつけて。あ、うん、安心してください。
あ、そうです。あ、写真お願いします。いいですか。はい、かっこいい。そうそうそう、ジュースじゃないか。ジュースで、あんまり少ないでしょ。あ、なんでか知んねえけど。まさかの知り合いが。まさかの。アイス。いやいや、とんでもないです。もうそこあれ軽く修理してくれ。かっこいいだろ。意外に寒いですからね。気をつけて。あ、お気をつけて。はい、お気をつけて。はい、我が道を行く。ああ。トレース？うん、下にトレースある。ああ、下から行ってんのか、もっと。よし。バリエーションは我が道を突き進むぜ。そらそうや。そう。俺らの道行かんと思んない。もう最高やな、これ。ね、最高だぜ。俺たちの取り付けはどこですか。俺たちのね。あ、俺らの取り付けか。そう、ここ凍ってんな。うん、ちょうどいい。うん、高すぎず。よいしょ。はい、よいしょ。これは多分左巻いちゃうと普通のルートなんで、うん、もうそこ登ろうか。そうだね、軽口ルートはね、うん、はい、じゃあこっからです。はい、こっからガンバー。ロープ出す。よいしょ。その辺はロープいらんと思うけどな。うん、今じゃ、まあとりあえず行く。いいよ、俺行っちゃって。いいよ。よいしょ。まあでもあれなんだよな、この間田口さんにアックスを使わねえと取れならねえって言われたから出すかな。ゆっくり行ったよ。それやめろ。よいしょ。あ、わざわざそっち回んの。いいな。じゃあ落石注意だね、俺が。ああ、これロープでも出さんな。うん、だからもうちょっとあれだね、場所決めてってさ。ああ、まあまあ焦らず。まあ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 焦らず。まあシーズン初めのアイトレには最適や。うん、薄すぎなくてね。うん、
れ立ってる立ってる。こっち面が南だけど、はあはあ、結構立ってるよね。あ、そっちか、立ってんな、だいぶ。そっちだって分からんもん。一回降りなきゃいけないもん、ね。あ、そうやな。めっちゃ時間かかる。登ってて来れるっていつも思うんだけどさ。もったいないよね、うん、ちょっとあそこが、うん、あの辺はちょっと出さなあかんかもな、うん、トレースなんてないで。そんなんない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 。ちゃうちゃうちゃう、そんなんちゃうもん。先行パーティーなんておらんもん。ここに人来てるからこっちだね。ここも落石注意だね。ああよいしょ、我が道を行く。そうや、ああそうやな、こっち行ったから。そうそうそう、前のパーティーは。そう、俺らこの岩壁を登る。岩壁っていうか、まあ壁じゃないけど、こういうのが怖いんだよね。はあ、うわ、動くやつだったらもうアウト。はい、安定。オッケこっち行きたいけど、やめとこっかな。こっち行こう。スリング出すのがめんどくせえ。みんなわかるけど、だから2メートルのトラバスなんだけど。これはやっぱここでしょ。こっちやな。ここでしょ。はあ、ここ、あ、ここ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 。はあ。平気やがっちゃう。はあ、しんど。はあ、しんど。けど、ここロープ出してもいいよね。ロープ出す？アイトレに最適やで、ガッチャン。こっからムーブ行くよ。ああ、よいしょ。よし、はい、アイトレ。アイトレに最適やで、これ。ちなみに、やっぱりあれ、アイトレってアイドルトレーニングの練習の役。アイドル？アイトレ、アイドルトレーニング。アイドルトレーニング、アイドルって何？アイドル、AKB とかそういうこと？そう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 。かっちゃんの中のアイドルっつったら何？俺の中のアイドルなんだろうな。うん。いやー、やっぱ松田聖子とかでしょ。ああ、そう。あ、そう。俺、恵比寿マスカッツやから。あ、そうなの？うん。やっぱ目の付けどころが違うね。そうやろ？恵比寿マスカッツ知ってんの？いや、知らない。いや、知らんのか。知らないからじゃん。AV 女優ばっかりのアイドルそういうことで。うんうんうん。これは R してんなのかな？え？なんでやねん、あれ、オナホオナホ言うてるのにさ、AV 女優のアイドルぐらいええやんけ。今時もし、AV 女優も市民権を得てるから。ああ、なるほどね。うん。アスカキララとか。まあ全然好きちゃうけど、俺。まあ好みあるからな、これは。うん。よし。よいしょ。うん。でも3球ぐらいになっちゃうかな。まあ3球もないんちゃう。3球もないの、ここら辺はまだ。もう最初はこれぐらいでいい。そうだね。ああ。でね。ちょうどいい。まあ、難しいとこ行きたない。でも俺バイルなんてさ、もうずっと ほぼ自撮り棒やもん。バイルはね。バイルの役割果たしてない。果たしてない。なかなかいい感じや、うん、凍っとるでよ。あ、凍ってるやん、ここ怖いな、うん、そういうね、薄い氷が
微妙なんですよ。おお、めっちゃ、それ3メーターぐらい続いたらちょっとあれなんだけど、ロープ欲しくなるから。3メーターかな。浮き石あるね、うん、ドライバーあんまりね、好きじゃないんだ。アイスが好きで、アイス買ってるもんだけどさ、アイス。藤本ちゃん、これちょっとそこからやってさ、じゃあわざわざそっち行くん。ダメ、もうそっちでいいやん。出たしんどくなっとる。違うその顔。もうまだ早い。早い。南極アルプチルトリなのよ。そっちから行く？行こうか、そっちから。あ、ロープ出すのがめんどくさいってこと？そう。でもそれ言ってたらな、ロープ出そうか、こっから。な。だから、ここで出さないと、じゃあもう一つ上のさ、立地の下や。そうしよう、そうしよう。じゃあここだけのために出さなあかんやんか。うん、いや、その向こうもあるんだ、左側。うん、そこ、あ、ほんまやな、そこは、そこちょっとある。そこ行くとしたら絶対ロープ出さんと無理やな。うん、その向こうがあるから。そやな、ごめん、ロープ出すんがめんどくさいと思ってしまった自分を戒めるわ。何のために持ってきてんねん、ロープ。はあ、こっちからじゃなくてそっちやなってことやな。そこはロープ出さなあかんのちゃん。うん、そうだね。あ、ここはロープ出さなあかんわ、絶対。ロープ出しましょうか。出しましょう。やった。あ、やべえ、リードじゃんけんしなかったね。おう、どっちでもいいよ。いや、俺さ、最近ね、リードする人たちにさ、リードでね、じゃんけんしてる人たちにちょっと早したいことがあるんで、早やらせたいことが。何やらせたの？最初はグーって言うじゃん。でクライマーはさ、見て最初はリードって。はい、はい、で、うるさい、それ。はい。止まってた、足冷たなんな。うん、で、雪にね、足突っ込んでると余計ね。え、これどうなってんの？え、ちょっと大丈夫じゃん、さっき。うん、はい、じゃあ食べます。はい、はい、俺頑張る。さて、ここを真上に行くか。いやいや、そのクラックでええやん。いい、了解。クラックでね。うわ、これは足元すっごいやで。うわ、この登ってる感がねえから、安定してるか。あ、それバチ聞きやな。ガバないの？オッケー。落ちた、ごめん。よいしょ。あ、すごい。やってきたぜ。オッケー、オッケー。先どう、かっちゃん。歩き。あ、そう。もうロープ欲しいような感じになるけど。やったらさ、もう歩きやったらもう切れるとこで切ろうや。あ、了解。もうちょっと行かせて。うん、ええよ。登ります。
え？ある。ほんまやな、うん、でそこの残しを残しクラブ状の岩に赤い雪がついてるだけだからさ、ちょっと待ってなかった。今のとこ怖いな。リード怖いわ。いやでもその上には結構すんなり来たからつまんなかったよ。え、なんて？すんなり来ちゃった。いやいや、だって俺セカンドやもん。いや、まあだからそんなわけでさ、道具はつうと、ドハンが三流って意味がわかるじゃん。なんて？ドハンが三流。うん、いや違う リードやったら絶対俺もあんな時間かかってるって。いや、もうここ安心するから、じゃあセルフ解除しようよ。オッケーオッケー。セルフじゃないよ、ビレ解除。オッケー、ビレ解除リンゴ。いや、あれはよう行ったで、ガッチャン。いや、今のリード怖かったわ、絶対怖いわ。あの下いきなり突き放されるか、切れ落ちてるしさ、あそこ。いきなりね。おう、これはカム飛んで、これで、次にこれもらう。うん、カムは持っとくわ、俺。ちょっとそれで、いやいや、次俺リード行くよ。よいしょ。リードやっぱ面白いんだよね。リード行かんと思んないもんな。怖いんだけど面白いんだよね。でもなんかパッと見さ、ちょっと怖いけど、これやっぱ行ける行けないっていうさ、判断がある。うん。ね、お互いできてるからさ。レベルが2回やってるもん同士で行くのがやっぱ一番おもろいな。うん、そうだね。うん、連れて行ってもらってる感がないからさ、うん、まあ基本俺はかっちゃんに連れて行ってもらってんねんけど、ちょっと落ちたらもう下まで行って死ぬで。ああ、ちょっと痛い。ああ。絶景やがっちゃん。たまらんなここ。絶景やん。はい、ポイントだね。
ああ、ここ怖えな。そっちを落ちていったらもう終わりやもんな。ちょうど雪山ならしにええわ、ほんまに、うん、そうだね、うん、前のね、前ちゃんは北尾根か、もう最高やったし、うん、ええ参考続いてるわ、ガッちゃんのおかげで。ええー、よかったよ、ほんまに。これはバリエーションルートになるの？うん、ねえ、受けたら嫌だよね。ほな行くで。あー、なんか怖いなこれ。ガチャビレ会じゃ。あー、しんど。おー、ガチャ、これすげえぞ。